Okay, this is Joe Strummer, and you're listening to Shibuya FM. And these people are laughing in the background because this is the station to listen to. And this is 78.4 megahertz on the dial. And this is Everybody Knows, so get down and get with it. Carl Solomon, I'm with you in Rockland where you're madder than I am. やり残してもやりきれないことないように、こんばんは、エブリバディノーズ DJ の東雄一郎です。知らない間にやっぱりもう師走だ、来週から。やり残したことないようにやれるかどうかわからないけども、まあ、やりきれないことだけは本当に、なくしたい。2009年、あと1ヶ月、エブリバディノーズも4回っていう感じですね。今夜はね、渋谷 FM で僕はラジオで喋らないで番組に関わるっていうのはある意味今までなかったわけなんです。でそれを10月から、ギタービル渋谷っていうね、月曜日の16時から月に2回、第1第3の月曜日に、クレイジーケンバンド小野瀬正雄の小野さんを、ナビゲーターにして、70年代の濃いギターロックなんかをかけたりしてる番組を知ってる人いるでしょうか。その番組は実は僕がディレクションをしていたりするわけなんです。でそういうね、客観的な立場で見てるわけなんですけども、じゃあ小野さんと人となりっていうのはどういう感じなのかなっていうのは、僕はちょっと実際、このエブリバディノーズでお話をしてみてちょっと探ってみたいなということなんで、今週は、そんな70年代ロックというか濃いですね、クラシックロックに間を挟みながら、小野さんの新しいギターインストルメンタルのナンバーを紹介していこうかなと思っています。それじゃあ今夜も60分間駆け抜ける番組でトークハード。オープニングからちょっと濃いめのナンバーをねかけてからローンさんを迎える感じにしようかなと思ってます。キャプテンビーフハートのミラーマン。
今日はディープな70年代ロックって意外と俺知ってるようで知らないんだなと思って、家にあるもので、まあ今日小野さんが来るとこで、何かうまいところつながんねえかなと思いながら、やっぱり決まってたりするんだよなと思いながら、自分の中で10 years after のライブフィルムアイーストの中から Working on the road。I'm free, don't you know, babe? Well, I've seen it bad and I've seen it good, but now I want some clever blood, don't you know, babe? I got a feeling for home, somewhere to
can bring, cause I have trouble I can take, don't you know me. Special. We'll have the feature. CBF. 声がロックを語る。 Hello everybody, this is David Johansen and everybody knows you're listening to Everybody Knows.今夜のエブリバディノーズのゲストは、10月から、新しく、まあ、渋谷 FM の月曜日の、4時からギタービル渋谷という番組をスタートさせているんですけども、そこで、パーソナリティを務めてます、小野瀬正夫さんを今日はゲストに、お迎えします。どうもこんばんは、小野瀬正夫です。どうも。なぜ、まあ、あのかということ、はい、その番組の紹介を先にしたかっていうとね。はい、はい。実は、まあ、こうやってこのエブリバディノーズという番組では、毎週いろんな方をゲストにお迎えして、続けてるわけなんですけれども、はい、そこの番組では僕は、喋るじゃなくてですね、はい、一ディレクターというかですね、はいはい、して、小野さんの番組に関わらさせていただいておりましてですね。お世話になっております。もう、4回、5回やってる感じなんですけども、そうですね、はい。で、小野さんの、まあ、その番組はね、はい、ご自身の曲はオープニングとエンディングには流れますけれども、はいはい、新しく、まあ、配信限定で、はい、音源がリリースされたんですけども、なかなかその作品について語る暇ないぐらい、はい、コアな選曲でですね、はい、音楽を届けてるんで、はい、じゃあ僕の方の番組でそのフォローはしようかなと。ありがとうございます。思いまして、今夜はお招きしたわけなんですけども。ありがとうございます。まあ、小野瀬正夫さんは、まあ、はい、小野瀬正夫賞という、まあ、ソロだったりとかですね、はい、まあ、言わずと知れたクレイジーケンバンドのギタリストなわけなんですけども、はい、今回リリースってことですよね。はい、そうです。11月25日に配信限定で、はい、出てますけども、はい、リリースされたばかりですけども、Play for the Sky というですね、こちらの方はギターインスト。そうですね。全曲、ね、ギターインストゥルメンタルナンバーです。はい。これを、まあ、ほぼなんか一人で、作られたということを聞いてですね。はい。そのなんかこう、作った仕組みをいろいろお聞きしようかなと思ってですね。まあ、あの仕組みというか、うん、僕はバックトラックは全部ミディの打ち込みで作って、はい、
それをまあエンジニアさんが一人いて、うん、作っては取り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 、で最後に、まとめて一曲出来上がりと、うん、なるほど、そういう作業で、やったわけなんですね。はい、うん。この前編インストルメンタルっていうのは、はい、今までこうなかった感じですか？なんかね、うん、そうなんです。僕あの歌うたいでもないのに歌いたい癖が出ちゃって、ね、あのソロの方では歌ったりもしてますよね。そうですね。うん、だから今回はまあ本当ギターだけにちょっと徹してみようかなと。ギタリストとしてね。はい。うん、そういうちょっとコンセプトはありました。はい、でもなんかこう逆にね、その歌ってそのバンドがあってこうのソロ作品、小野瀬那総称とかライブとかでいろいろやられてますけども、ギターだけでこう勝負するというかね、はい、っていうところはちょっとある意味別の気恥ずかしさというか、そういうところもあったりなんかしたじゃないですか。あのね、気恥ずかしさというか、なんだろうな、こういろんなものが好きで、はい、すごい目移りをしてしまう性格だったので、うんうん、今回まあギターインストということに、そういう縛りを作っても、それでも曲調はバラバラであったりとか、うん、でも自分としてはね、ちょっと集中してできました。なるほどね。一つのトーンでなるべくやろうというところですね。なるほどね。はい。うん。なんかね、こう結構小野さんのギタースタイルと、なんかその、はい、ある意味ストイックにその一つ追求するっていうところがね。はい。まあ全6曲ですけども。はい。入ってるのかなと思いながら聞かせてもらいましたけども。はいはい。バンドではない分ね、はい、その、いろんなまだミディでバックトラック作っては落としてって言ってましたけども、はいはい、なんかそこのジャッジメントみたいな難しさみたいなところはあったんじゃないですか。ジャッジメント、そうですね。ミディは自分で作ってよしというのを、まあ最終的にやってるんで大丈夫なんですけど、まあギターに関しては、なんだろうな、あんまりカチカチしすぎないように。なるほどね。うん、お相手がミディなんで。お相手がミディ。打ち込みなもので。まあ、そちらは正確に、はい、最初から最後まで言ってくれるので。じゃあ僕の方はどうしようかな。それに合わせても完全に、カチカチとやってしまうよりは、まあ、その上に、自分らしく緩やかにフッと乗っかれた、そういうテイクが取れたらいいなと思って、まあ、それを採用しました。なるほどね。はい、後ろというか自分で作られたバックドロックのベースがね、はい、カチッとしてる分、そこに遊びを持たせたいみたいな、そういうことですよね。そうですね。揺れみたいのは、人間が弾いてる自分が作ろうかなと。はい。だから、おのずと、テイクはすごい若いテイクですね。若いテイク。ワンテイク、ツーテイクぐらいで、うん、あんまり掘り下げないで。掘り下げないでね。それで、OK ってやってきました。はい。はい、じゃあ、まず、その、6曲のね、配信限定の Play for the Sky、はい、の中から1曲聴かせてもらいたいんですけど、これが、そのギタービル渋谷のオープニングテーマ曲。そうですね。1曲目は、オールドファッションドパッションといって、うん、これ、自分の、ギタースタイルの、なんか、カタログを作ろうと思ったような曲です。はい。なるほど。じゃあ、それをまず聴かせてください。オールドファッションドパッション。
聞いてもらいましたのは小野瀬正夫さんオールドファッションパッションでしたけれども、はい、なんか聞き慣れたのをね、こう、はい、まあ僕の中では、はいはい、この番組を作らせてもらってるんで、はい、もうこのナンバーオープニングでね、はい、聞き慣れたものを改めて聞くと、おーなるほどって思うことがはい、はい、あったりしましたけども、はいはい、こう今の時代、はい、こういう配信限定っていうのをね、はい、でこうリリースされるっていうのはどういう感触がご自身の中にありますか？まあ僕自身はね、ね、CD、まあもちろん昔はレコードで、まあ盤になるのが、まあ本当はね、普通なんですけど、こうやってなんか気軽な形でね、ダウンロードして聴いてもらえるっていうのは、うん、で、それもね、全世界で聴いてもらえるということなので、あ、そうですよね。なので、ね、そこのところはね、うん、なんか、まあ、よしあしということで考えずに、うん、なんか、たまたま今回こういう形で、うん、めでたくリリースすることができたな、ということでね、なんかそういう意味ではね、なんかちょっと、うん、不思議な気分っていうのでもないんだよな。うん、なんかすごい、新しい気分で。新しい気分ですか？はい。うん、います。はい。うん、ギタービル渋谷の方ではね、はい。小野さんのルーツだったりとか、はいはい。まあ、毎週5曲ぐらい選曲していただいてね。はい。聞かせてもらって、逆に僕はその番組で、客観的にその番組に関わらせてもらうんですけども、はい。非常にね、自分のところではかけたことのないような、はい。ナンバーをですね、はい、はいはい。紹介してもらって、本当に勉強になったりしてるわけです。いや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 。なんかね、だからその辺で、こう、ある意味こう、小野さんのやっぱ、このギターのルーツがね、はい。こう、このソロ作品と、その、選曲してもらうのとね、はい。比べると、あ、なるほど、こういう系譜が、こう、ギターを音楽聴き始めた頃から、はい。繋がって、はい。この作品にまで、こう、繋がってるんだなっていうところがね、分かったりするんですけどね。そうですか。うん。なんか、それが分かってもらえるような今の、ちょっと、その、なんだろう、到達点としてのこの、プレイフォーザスカイだったら、うん。嬉しいなと思って。うん、最近ね、昔の友達とかがね、はい、結構ライブとか来てくれて。なるほどね。昔聞いたのと、あんた変わんないね、とか。なるほどね。言われてるのがね、非常に変わんないねって言われるのが、うん、嫌な場合もあるんですけど、僕の場合は、うん、なんかそれ、なんか嬉しいんですよね。なるほど。相も変わらずロックやってんねって言われるのが。はい、うん。そうですね、その、ギタリスト、ギター持ってから三十何年っていう感じ。そうですね。ですもんね。はい、で、その頃に、はい、番組の中でも紹介してもらった、誰々くんに借りたあれで、はいはい、なんか、とか、ね、そういうところが、ね、発火点だったりみたいなね。そうなんです。話からすると、変わんないねって言われるのが、いいっていうの分かるような気がしますね。なるほど。でもこの、でも本当はちょっとこれ、一曲ぐらい歌いたかったとかあるんじゃないですか？いや、今回はね、うん、逆にちょっと、これを作ってる中では、歌考えなかったです。うん。なるべくギターで歌ってみようという。あ、ギターで歌ってみようっていう。うん。うんうんうん、そういうのはありましたね。うん。はい。なるほどね、ギターで歌ってみようね。うん、でも、小野瀬正夫賞でもできないし、はい、CKB でもできないし、はい、っていうところをね、やっぱり普段からどっかチャンネルをね、持ってるってことですよね。はいはい、もちろん。そうですね。僕最初に作ったソロアルバムっていうのがほぼ一人でやったやつだったんですけど、はい、まあ、その、自分のやりたいことを自分一人でやってみようっていう、うん、その、なんだろうな、ちょっと原点に戻るような気持ちもあったんですね。はい。原点に戻るような気持ち。はい。6曲に絞るっていうのはね、逆にこうギターだけだったらいくらでもいけるぜっていうんじゃないのかななんて僕なんかね、思ったりするんですけども。はいはい。でもね、なんだろう、ちょうどあんまりね、長い期間かけなかったんです。うん。すごい短い期間で作って、6曲、うん、なんとなく自分の中で収まりのいい6曲が取れて。収まりのいい6曲ね。はい、ちょうど、なんだ、昔のレコードだったらちょうど、A面か。ぐらいかな。A 面ぐらいの感じで。そんな感じですね。一曲一曲がね、そのギターのインストっていうところだとね、はい、なんかもっと弾いて、長く、はいはい、まあ、ギタービル渋谷の方でも、はい、長尺のね、うん、昔のナンバーなんかも紹介してもらってますが、もっと長くいっちゃいたいのかなっていうところをなんかこう、
収め、なんかこう、我慢してるところもあるんじゃないかなと思ったんだけど。それもあるんですけどね。でも僕自体がね、意外とポップス育ちなんで、うん、やっぱりね、4分、5分っていうのはね、うん、なんか自分として、ある意味気持ちがいいんですよね。なるほどね。はい、一つの曲っていうところで考えるとね。はい、うん、まあ、これからまたね、なんか、いろいろ作っていく中で、また長尺やっていくかもしれないですけど、うん、でも、お相手が、さっきも言いました、お相手がミディなもので、うん、ね、あんまり機械で長くやってるとね、ちょっとつまんなくなることもあるので。そうですね。生のね、バンドだとね、展開がやっぱそれぞれ人間がもちろんやるもんだから、はい、変わっていったり、グルーヴも変わっていくんだろうけども、機械だとやっぱそこを、できると言っても限界があると。そうなんです。うん、だからやっぱり4、5分で収めると、うん、収まりがいいですね。収まりがいいね。はい。じゃあその収まりがいいというところで次のナンバーも、はい、ちょっとこれはその6曲の中では長い方ですけども。そうですね、うん。はい。これはエンディングにかけさせてもらってる。そうですね。ギタービル渋谷の方で。はい。じゃあ曲の方を紹介お願いします。はい。じゃあザ・ラスターです。
聞いてもらったのはラスターですけれども、これなんかも何かにのエンディングに、はい、いやオープングにそのまま本当使われてもいいようなっていうイメージが即聞かせてもらってありがとうございます。あったんですけれども、はいはいはい、でも本当にその小野さんがどういう特にまあこう番組をね、はい、客観的にやらせてもらってるところもあるんで、はい、どうしてこういうギターを弾くようになったのかなっていうのがね、はいはいはい、なんかあの僕は勝手に分かったような気でいたりするわけなんですけども、小野さん自身が好きなギターインストアルバムっていうのはね、はい、どんな人のものがあったりします？例えばギターインストアルバム、そうだな、ジェフ・ベックはもちろん好きですし、ね、まあ、もちろんね、なんだろうな、あとはね、そのギタリストとしてというよりは僕好きだったのはあのドラムのビリー・コブハムって人のアルバムに、トミー・ボーリンという、はい、あのもう亡くなっちゃったギタリストなんですけど、うん、その彼が参加してた、うん、スペクトラムというアルバム、これは、はい、好きだったですね。73年4年、73年4年、うんうん、日本人のギタリストだと、はい、あれですよね、一応なんか前ちょっとお話しした時に聞いたんですけども、はい、4人林の、はい、森園さん大好きでしたね。うん、あとね、森園さんの後の佐藤満さんってギタリストも好きだったんです。うん、はい、でいわゆるだからそのプログレッシブなもの、70年代のこう、はいはい、ギタリストが結構ルーツだったりっていう感じのとこも大きいんですかね。そうですね、でも本当にね、僕ギターかっこいいなと思ったのはね、うん、ルパン三世の初期シリーズのエンディングテーマの、はい、アシーってなんか歌で、うん、後ろでピヨッと流れるねギターがね、うん、好きなんですよ。あ、そんなに前に出ないギターですよね。そうなんです、うん、それがね、なんとも素晴らしいトーンでね、うん、痺れますね。それはどなたが弾いたか分かるんですか？分からないんです。分からないんですか？はい、音楽自体は山下山竹さん、山竹さんですよね、はい、うん、そうなんです、なんですけど、だからその時にどんなミュージシャンを集めてそのやっていたかちょっと、あ、そこは今のところ不明な感じなんですかね。不明だし、そこの、うん、なんだろう、最初に撮ったオリジナルのその、テープって今ないんですよ。あ、そうなんですか。紛失しちゃったみたいな。マスターみたいのがない、はい、紛失してるみたいで、うん、なるほどね。やっぱりその歌があるものの中で小野さんがこうギター弾くとなるとね、はい、CKB とかでも、はい、やっぱそういうなんか引き算みたいなところを考えたりするところもやっぱ大きいわけですよね。引き算、あとはね、なんだろうな、結構僕歌がいるときは僕自分はリズム楽器だと思ってやっています。なるほどね、うん、リズム帯、うん、ドラムベースの、うん、とギターが一つの、はい、なんかリズムを作れるというのが、うん、今僕そういうバンドやってたらそれは理想ですね。なるほどね、リズム、なるほどね、うんうん、リズムを出したいですね。まあ、それと、まあ、今回はソロでギターインストって、まあ、もちろん中心なわけなんでね、はい、うん、まあ、そのリズムっていう側面ももちろんありながら、はい、やっぱりそこでこう広げていくっていうね。そうですね、ですよね、はいはい、うん、でもこういう配信っていうね、はい、こう形でのアルバムっていう中でくくりとしてタイトルをつけなきゃいけないってなったところで、はい、この Play for the Sky っていうのをつけたのはどういうところからですか？なんかね、あんまり深く考えないで思いつきでパーッとだったんですけど、うん、なんかこう作ってる作業は結構すっごい狭いところでちまちまとやってるので、まあタイトルぐらいはパーッと広げようかな。なるほどね、ええ、うん、外向きで言おうかな、外向きで言おうかなっていうね、そういうところで、うん、空に向かってやってます、うん、でね、ちょうどね、はいはいはい、このアルバム撮ってる時に、うん、ゲリラ豪雨があったんですよ。ゲリラ豪雨7月ぐらいでしょうか。そうですね、うん、ちょうどその日にやってたんですよ作業。はい、ね、なんかそれのことも思いましたね、うん、なんかね、であれ豪雨がパーッと行った後になんか何事もなかったようにしらーっとした空で、そうですね、オンオフの空がありますよね。びっくりしました、うんうん、なんかそれもちょっと頭に隅っこにありましたね、はい、じゃあやっぱりこう
景色をね、想像しながらっていうことですよね。そうですね。景色の中にいる自分というか、うん、ちっちゃな自分だけど、うん、なんか、景色に向かって、なんかこうやってるぞという感じですね。はい。やっぱり空間的にそういうギターが僕も好きですね。はいはい。うん、まあ、この配信限定のね、Play for the Sky っていうのは、はい、どういう携帯でこう入手できるんでしょうか。これはですね、うん、ユニバーサルイーサムレコーズの、うん、ページへ、インターネットのページへ行ってもらえれば、はい、そのダウンロードの仕方なりなんなりが分かると思います。はい。はい。まあ、小野さんのね、ホームページのところからでもっていう、はい、とこですけども、ね。こっちからも行けます。はい。はい。クレイジーケンバンドの、まあ、夏のね、まあ、大きいイベントも、夏というか、はい、まあ、夏の終わりの大きいイベント、はい、そして全国のツアーも一段落して、はい。で、小野さんも、まあ、この作品をリリースして、はいはい。もう、小野さん自身のライブも、11月29日。そうですね。ね。これはどんなイベント？僕の使ってるギターアンプ、はい、ヒューサンドケトナーっていうメーカーなんですけど、それの、アンプを使ってる人たちが集まってやるライブをね、うん、明日やります。なるほど。共演が何かまた素晴らしい人たち？ドイツで、そのアンプのメーカーの、そのアドバイザーみたいなのをやってるトーマス・ブルグってギタリストがいるんですけど、はい、僕、この前でドイツ行って、その彼に会ったんですけど、その彼も来てくれて、あと、山本恭司さん。バウアウのね。はい。もう山本恭司さんなんて、僕、中学の時聞いてましたもん。じゃあ、ある意味、こう、一人のギターヒーローみたいな。もうね、それこそ雲の上の人ですよ。ついにその方と一緒に共演ができるという。なるほど。ちょっと浮き足立ってますけどね。はいはいはい、はい。その他はどんな感じですか？今後のこう、ソロだったり CKB とか、まあ来年になっちゃいますね。そうですね。どういうね、だから、うん、まあまあ来年は CKB はまた、例によって例のごとくまたアルバムをリリースすると思いますし、うん、はい。うん。まあ、なんかね、毎年ね、やっぱり12月いっぱいで、一つちょっと、こう、リセット？リセットというか、うん、うん、するので、うん、まあ、また来年のことはまたお正月明けてから考える感じかな。ってことでいいですか？はいはい。ね、お互いあと、まあ、この音楽の話を中心にしましたから、野球の話もね、はい、はいはい、普段は させていただいたりのね。アウト野球の話。野球の話ですよね。深いですね。はい。まあ、野球のシーズンが終わるって、まあ、こう、オーバーホールする感じですか、今。そうですね。ちょうどシーズンオフですね。シーズンオフな感じですよね。はい、野球よりちょっと、僕らのメインのシーズン、ちょっと後ろの方ですけど、これからちょっとシーズンオフで、うん、ちょっと、また、2月3月にキャンプ張ってって感じでしょうね。キャンプ張って、そういう感じですよね。はい、なんかこう、野球にいろいろ例えると、なんかすべて、自分の人生もクリアになるって、僕は勝手に自分で思ってるんですけどね。僕もそんな感じです。ね、野球に例えてみると、なんか、こう、物事見やすいですね。そうなんですよね。はい、だから僕の場合だと、自分が球団だと思っていますからね。なるほど、なるほど。自分自身が。はい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 。まあ、そんなお話もいつもさせてもらってますが、もう一度ね、ギタービル渋谷、第1、第3月曜日の16時から、はい、の番組の方もね、はい、ぜひよろしくという感じですね。よろしくお願いします。はい。はい。それじゃあ、Play for the Sky というこの配信限定の、インストルメンタルのギターアルバムから、はい、じゃあもう一曲聴かせてください。はい。じゃあ、Grave and Woods です。今夜の Everybody Knows は、小野瀬正雄さんをお迎えしました。じゃあまた、ギタービル渋谷で。はい。またお会いしましょう。はい。ありがとうございました。
Everybody knows いつもラジオから俺とあんたの土曜日のブルー。今夜の夜の街のオーファンズは、普段なかなかね、今日はその70年代のロックというか、まあ、ギターロックでなかなか自分が普段書けないような、ものをですね、まあ小野さんが来た間に挟みながらっていう感じで、まあ前半はね、実は合わせているようなつもりで自分の好きなもん書けてたっていう感じかなと思いながら、オーファンズのコーナーはまあ自分でちゃんと聞いてなかったんだけど、お意外と俺持ってた中でこれ良かったじゃんっていうのが、まあ小野さんのねギタービル渋谷を関わって始めるようになってから、実はそのいわゆるギターロックの、まあ、70年代のテイストのものっていうのをね、自分が知ってたようで知らなかったことの方が多いんだなというような、ことに気づいて、また一つ新しいチャンネルをね、開けれることが少しずつできてるのかなと思いながら、今日持ってきたのはですねエリック・ジョンソンという人で、あんまり詳しく知らないこれ今あのライナーノーツを見ながら、なるほどと思いながらですね、いわゆるまあ聞けばわかる感じの、あ70年代の後半のこのいわゆる、ギタリストの音だなという感じで、まあジェフ・ベックだとかね、その辺の人たちとまあ出てきた頃が一緒の人なんだけども、ただこの今日紹介するのはセブンワールズっていうね、エリック・ジョンソン知る人と知るギタリストだと思うんですけれども、その中でもこれ日本でリリースされた当時98年当時で、まだちゃんとあのファーストアルバムっていうものがあったんだけどもリリースされてなかったっていうところをですね、のアルバムなんです、このセブンワールズっていうのが。わかりやすいところで言うとクリストファー・クロスのアルバムにも参加してたりとか、近年だとキャロル・キング、近年でもないな、80年代だ、キャロル・キングとか、その辺の人にも、まあ、いわゆるあと教則本とかによく出てる分かりやすい、名ギタリストみたいな感じでね、歌うギタリストっていうよりかはインストルメンタルで聞からせるのが中心なんだけども、今日はもう70年代のちょっとフュージョン的なフィーリングも入りつつの、ギタリストっていう感じのナンバーを1曲お届けしましょうかという感じなんですけども、エメラルド・アイズというナンバーなんですけども、まあ、この僕もねギタリストのねそのアルバムっていうのはねすごいやっぱ個人的に好きな感じで、例えば RC 日本で分かりやすく言うと RC サクセーションだったら、チャボさんのソロアルバムが好きだしとか、そんなところが個人的にね分かりやすいところであるんですけども、なんかそのあとクラッシュだと、まあ、クラッシュ全般も好きだけども、ミック・ジョーンズのボーカルナンバーが好きだったりとかね、そういうところが個人的にあります。その中であの自分ちの中で発掘した音源でもあります、ギタービル渋谷小野さんの番組に関わらせていただいて、再発見という感じなんですけれどもね。じゃあ、そんなところの小野さんのまあ、ある意味、自分の中もで新しく音楽の探求をしていこうかなというようなきっかけにも、ね、なっていくんじゃないのかなっていうね、自分はもうなんか音楽の好きなジャンルっていうのがいろいろ固定されて、ね、いろんなものを自分なりに聞いてきたと、まあ、広く浅く聞いてきて、ここに来る人もの傾向もだんだんなんか決まってきてたりするしっていうところでね考えるとね、まあ、どんどんやっぱりまだまだですよっていう、そんなところで自分思いながらね、意外と謙虚でしょうなんて思いながら、じゃあそのエリック・ジョンソンのエメラルド・アイズっていうナンバーを聞いていただきながらっていう感じの今夜の夜の街のオーバンツ。Begin to think of you, but I know a dream is only. I'm a fool. Papa said that you'd be long gone, and I
not to waste my time on you. I see you every day in sunshine. I'm a fool. Am I the fool to you? Do I like it that way? Oh, Emerald, as I see you somewhere, why you are so blue? Love can be like holding your breath. Is that the way fools do? ちょうど時間となりました。ちょっと一息願いまして、またのご縁とお預かり。See
夜のエブリバディの図いかがだったでしょうか。まあ、自分にとってはバックトゥーベーシックな感じの、まあ、いわゆる分かりやすいロックをかけて1時間終えるというですね、時間だったんじゃないのかなと。旅の終わりの放送が9月の26日でですね、感動的な、放送だったわけです。聞いた人は聞いてない人分かんないけど、それから10、11とですね、まあ意図的にこの番組通して俺人と会うちゃんとリハビリをしようというねところでいろんな方に来ていただきました。それが2ヶ月でまあある意味もう俺も大丈夫かなと、何が分かんないけどそれで結局ね、東京にいるこの2ヶ月間ってのはね、逆に本当にねもうある意味苦しいんだなっていう感じの時間を過ごしてきちゃったのね。だけどそれじゃいかんということで、やっぱり俺は旅を続ける生活に入っていくんだなっていうことで、12月の25日から冬のソロツアー短い旅に出ようと思ってます。それまで残りあと3回4回って感じかな。まあ、12月19日はエブリバディノーズ祭りでございますから、今年もまた生放送で飲みながら、ライブをやりながらって1時間でお届けする感じなんですけども、それまでの2回どうしようかっていう感じで、街の定点観測またやろうかみたいな、そんな感じで来週再来週は乗り切っちゃおうかなと思ってますけども、どうですか声の感じが。だいぶ自分の中でも上がってきて、もう大丈夫じゃないかな、何か分かんないけど、そんな感じでお届けしました。エブリバディノーズ、お相手は東雄一郎でした。それじゃあ来週もトークハードでバイバイ。